こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はまた若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。昨日ですね、久しぶりで、顔出しいたしました。まあ、ご質問ありまして、それのことでちょっと、お答えっていうのかお話しできればと思います。お一人はですね、やはりその今の、まあ、音楽業界ですね、なかなかやっぱりそのね、まあ、音大生のようなやっぱり基礎的にですね、やっぱりしっかりしてるね方たちがね、なかなかこう正当に評価されない音楽業界なわけですけれども、まあね、いろいろと、実現するにはどうしたらいいかということをいろいろ考えておられたようでございますが、なかなかその答えは見つからないということでございますがね、これはね難しいんですけれどもね、私は分かってるんですよ。で、分かってるっていうのはやっぱり一つのね、この力関係なんですよね。力関係っていうのは、まあね、私自身もやはりこういう専門的な音楽の知識のある方を世の中に出したいなっていうふうに常々思って、いまだに実現できないでいるんですが、それはですね、やはりまあ初めからこういう基礎的な方の力をそのまま出してもなかなか評価されないんでね、やっぱりこうある意味でこのアイドル性っていうのか、まあいい意味でのこの慎重さっていうのか、まあ浅はかさっていうのか、まあこれはね結構ある意味で大事なことなんですよね。だからまあ私もですね、まあいろいろと今ねこの、まあスター作りに、まあ、励んでるわけですけれども、まあ私のところからまあ誰か一人こういう音大生みたいな方じゃなくてもいいんですけれども、少し飛び立ってくれれば、いろんなマスコミ関係が、まあ、私のところに一つのこう、ね、筋道が出てくるわけですよ。すると筋道が出てくれば、このマスコミの、ね、いろんな力だとか、この業界のいろんな筋を、まあ、と一緒にですね、まあ、その音大生のようなこの研鑽を積んだ方を出すということはね、これは簡単ではないですけれども、まあ、可能ではあるわけですね。で、その時にですね、やっぱりそのあんまり専門的な、いくらその素晴らしくてもですね、あんまり専門性、この、ね、専門的な歌になっちゃうと、どうしてもやっぱり娯楽性がね浅くなっちゃいますので、そういう、こう音楽的に優れた人に対してはある意味でこうアイドル的な一つのテイストで、やっぱりまあ、そういう印象ですね。で、やっぱりやっていくのが一番素晴らしいかなっていう。逆にだからそういう基礎がない人にとっては、基礎がないっていうのか、比較的基礎のまあ浅いっていうのか、そういう方にとってはできるだけ、音楽的にその深く見せるというのが一つのバランスでございますので、まあ私も、まあ、引き続きですね、こういう生徒へのいわゆるそのミュージシャンとしてやっぱり研鑽されてきた方たちが世の中に出るようにですね、引き続き頑張っていきたいと思います。それからもう一つはね、まあね、私がその成功をね、アメリカへまあ連れて行って、アメリカでCD を出したわけでございますけれども、まあね、やっぱり日本でガーッとこう人気が出て、それで本当にね、もうなんかこの、音楽業界も成功出たことによってですね、やっぱり非常にこう明るい希望のある、一つの局面を、さらに明るい局面を迎えたわけでございますけれども、でそんな時にね、ずっと前にもね、成功の時に話したことがあるかな、
ね、ちょうどあのソニーのスタジオであの録音してた時にパッとこうひらめいたんですけれども、その頃はねやっぱりシンティローパーでしたね。やっぱりそのシンティローパー的なことをやっぱり成功にもやらせたなということで、それでまああのアメリカでやるようになったんですけれども、まああのご承知の通りフィロラモンにプロデュースしてもらって一緒にやったわけですけれども、まあ私のやはりその聖子自身の持ち味がありますのでね、やっぱりこうコメントにありましたようにそのマドンナ的なね、あれはねちょっとまあ無理があるなと思いますよね。だからなんていうのかな、こう和製シンディーローパーじゃないですけれども、やっぱりこう聖子らしさの中でなおかつねこのまああのアメリカで通用するような歌詞にしたいなと思ったわけですけれども、やっぱりそのアメリカでね ある程度アメリカで売って出るにはどうしてもね日本語ではねなかなかやっぱり認めてもらえないんでね、やっぱりアメリカでやる以上はまあ英語でやるしかないなっていうふうには思ったわけでございますけれども、まあそんなことでねその英語の発音はね本当にねフィロラモンにね本当に注意されて注意されて、何度もね同じところ、いやそれは違う、それはちょっと発音が違うとかね、いろいろも細かく細かくやって、まあ仕上げたわけですけれども、やっぱりそのまあね結局その日本語だとどうにもなんないんで、やっぱりアメリカは英語でやると。なおかつねこうイメージとしては決してそのマドンナ的ではなくて、やはりその和製シンディローパー的なイメージが私は良かったかなと思ってます。まあなんかコンサートでねそういうこうマドンナ風のその踊りとかイメージっていうのは、これはねまあなんか本人がねそういうふうにまあ思い込んだんでしょうね。だからまあねそういうコンサートとかっていうのはね私が全部その演出とかプロデュースしてたわけじゃないもんですから、まあなかなかそこまでは及ばなかったわけでございますけれども、まあ基本的にはなんか聖子らしさが残った状態で、なんかこのアメリカで出した、楽曲がうまく、彼女とシンクロすればよかったかなっていうふうには思っております。また一つ、いろいろご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。ありがとうございます。